今回リーグが違うので参考評価となってしまうが、ジャパンツアーで日本代表よりも人気があった PSG の世界最高峰の3人とタケがどのくらいなのかという点に注目した。数字は本当に正直な感じで、目に見える数字が圧倒しているエムバペ、技術がスーパーなネイマール、オキタ総合評価100からも安定した総合力が高いメッシということが分かった。タケは今回どの項目で勝利できるのかと思っていたところ、3項目も勝利できた。タケがワールドクラスになれるのかなれないのかはまだ分からないが、ソシエダの活躍によっては到達できるのかもしれない。今シーズンのタケの奮闘に期待したい。当チャンネルではスタツで評価をしておりますが、ご存知の通りこれはあくまで評価の一部であり、実際のプレーからの評価は他チャンネルの小沢さん、ビアンコさん、レオザさん、ゴートリロンさん等々をご覧ください。当チャンネルを見る際はご自身の予想の数字を頭に浮かべながら見ていただくとワクワク感が増して面白いと思います。ぜひチャンネル登録をして次回もお越しくださいませ。